今回被災に遭われた方に心からお悔やみ申し上げます。実は震災のちょうど、10日ぐらい経った頃に、父を、癌で亡くしました。2年間の闘病生活で覚悟はしてたんですけども、実際に父を亡くすと、覚悟していた以上の悲しみを味わってます。一瞬のうちに家族や知り合いを亡くされた方たち、その悲しみは僕の悲しみと比較できないほどの、大きく深いものだと思います。未だにその時の恐怖を抱えて、また不自由な生活を強いられている皆さん、生きることには一生懸命頑張ってください。でもそれ以外のことは周りの人に頼ってください。一人で抱え込むにはとても大きなことだと思いますので、こんな時だからこそ思いっきり周りに頼ってください。そして心が、そして生活が一日も早く元に戻ることを心からお祈りしています。